本日もですね、ちょっとアプリの紹介をします。今日のアプリはですね、 YouTube Kids って言って、YouTube でね、いろんなね動画があるとは思うんですが、そのねいろんな動画の中に小さいね子供が見たら、でそれを真似してね、ちょっと嫌だなとかね、そういうコンテンツがあったりとか、社会のね迷惑になるような過激なね動画があって、そういうのをね子供にね見せたくないと、そういう方いるとは思うんで、そのねそういう動画、過激なね動画をですね、フィルターがかかっていて、一切ねそういうのを排除してくれる YouTube のアプリになります。それは YouTube Kids って言って、 YouTube からリリースされているねアプリになります。じゃあそのねアプリをダウンロードします。検索でですね YouTube Kids って入れてください。ここにね YouTube Kids って今出てきたんで、これをダウンロードします。YouTube もよく考えますよね、はい、開きます。おお、保護者の方へのお知らせです。はい、でここでですね、あなたの生まれた年を入力してください。これはですね、見るね子どもの年齢をね、年齢っていうか生まれた年をね入れればいいと思います。それなんで2017だから、じゃあ7歳としたら2010年生まれで、7歳と、5710、何5710、 YouTube Kids コンテンツと、こういったね説明があってですね、すべてのお子様向け、じゃあすべてどうでもいいよ、検索できるかできないか、検索機能ができないってことになると、勝手に YouTube の方で動画を勝手に判断してっていうかね、表示してくれるってことですよね。こっちからだから検索かけても検索ができないという、だから検索機能オフオン、どっちでもいいですね、これ。オンにしますか。オン、設定完了しました。管理は保護者の方が行ってくださいと、そういうことです。ここにね今勝手に出てきたやつは桃太郎とか、いろいろこういうのはね、ドラゴンボール、俺がすぐドラゴンボール出てきちゃう、魔人ブームが出てこないけどしょうがないけどね、ワンピースとか、なるほどね。こういうね具合で感じで、ちなみにですね、ここに今検索をかけてみます。どうしようかな。ゆうきの YouTube は出てこない。なんで出てこないんだよ。俺の動画なんかね、お金を稼ぐための考え方とかそういうことを学べるんだから、子供の頃から見た方がいいんじゃないの？違うの？他にはそうだな。僕が好きなね。YouTuber でね、柴田さんっていう人がいるんですよね。柴田検索。柴田も出てこないわ。はじめ社長、出てきた、はじめ社長。やっぱトップは違うかな。
とまあこんな感じですね、まあフィルターがかかっていて、まあ子供向けのやつしかね出てこないと、まあそういったアプリになります。まあここでこれでまあ今日は終わりにしたいと思います。もしよかったらねチャンネル登録してください。それではまた会いましょう。ありがとうございました。